ほら、この前あんたと一緒にコーヒー飲みに来た。彼女なんでしょ？本当？別に。はっきり言いなさいよ。じゃないとひどいよ。クイズ行くよ。これでも。いないわよ。なんか文句あるの？だって私なんでもない。
はよう。昨日は眠れませんでした。そんで、彼女は何と言ってた？一緒に返事聞きに行くのを付き合ってくれないか？お願いだ！人は皆恋をすると臆病になる生き物なんだよ。お願いだ！これで最後。なあ、心の友よ。めぐみ様はいるか？なんだ？だって気が変になりそうだ。頼む。その返事を聞いてきてくれ。まともに顔も見れない。その頼む、お礼はするから。なんだあんたか。まあね。うん、読んだよ。それでって？だから、あの書いてあること、本気でそう思ってるの？そうじゃないのかって、無責任ね。バカ、何が「おお」よ、一言みたいに。
本当だ。めぐみ様、これからもよろしくお願いします。よかった、本当に俺よかったよ。ちょっと何勝手に盛り上がってんのよ。悪かったな。
なかった。そうだったのか。いや、なんでもない。しかし、お前はどうなんだ。何があって、めぐみさん、めぐみのこと。俺のことは気にしなくていいからさ、正直どうなんだ。お前、もっと自分に素直になっても。気にすんな、本当に。じゃあな。
よ夏休みだな。